援センターが破壊されたことは計画遂行自体には影響を及ぼすことはありません。ガスの量のコントロールはバルカンからも行うことができますから、もっとも不備な点はまだまだありますけれども。博士、例の 3WA のトラブルコンサルタントの2人の件はいかがいたしましょう。あの露出狂の小娘のことか。ええ、襲撃に失敗した以上こちらに向かうことも十分考えられますが。バルカンか。ずいぶん厄介な相手だけれど、あんた何か賞賛があるの？一つあるわ。通信を送って侵入許可を取りドッキングするって。ふえ、侵入を許可する。だってさ、要はどう入るかよ。待ち構えてるだろうしね。バルカンまであと1000キロ。いよいよね。そうね、そろそろ行きますか。それじゃ、先ほどは失礼した。
あの時はああいった態度しか取りようがなかったんでね。よく分かっております。で、私たちに一体どんなご用ですの？面白いものを見せてやろう、そう思ってね。ベルトマンが通報したのだろう。警察がうじゃうじゃ来おったわ。しかし状況は見ての通りだ。ダーティーペア、君らもどちらが優勢かはよくわかるだろう。ステッペンス博士。ん？警察を退けてもすぐに連合宇宙軍が来るわよ。だから だから連合宇宙軍にはバルカンじゃ勝てないわよ。うん、それはその通りだろう。しかし連合宇宙軍が来る頃には全ては終わっているのだ。ダングルはわしのものになって、クラバース重工業の全機能をわしの支柱に落ちているんだよ。そんな時にバルカンを攻撃したところでトローに過ぎんだろう。どういうことよそれ。あのカウンターを見たまえ。あのカウンターが何を意味するか大体の見当はつくだろうが、どうだね。爆弾を仕掛けたとか、どうせお決まりのパターンなんでしょ。その通り。地下に毒ガスのタンクを設置したのだよ。その毒ガスをダイグルの軍事施設、政府使用機関の至る所に誓って一緒にやろうと思った。あのアンガラのやつに計画を邪魔され、早く水に流れてしまった。でも幸いこのバルカンからもコントロールすることができるようになったんでね。あのカウンターはガスが噴出されるまでの残り時間を表しているのだよ。今ちょうど1410秒になったところだ。まったく困ったお嬢さんたちだ。君たちのおかげで計画を早めればならなくなったのだから、まあそれもまた自然の成り行きだがね。
士。いいね、するよね。負けたよ。いい仕事だったわ。これでダーティーピアなんて呼ばれ方しなくなるわよ。そうかね。そうに決まってるじゃない。そりゃいささかドンパチにはなったけれど、民間のケイパネルを見なさいよ。ふみ、あれじゃあダンゴルに落ちるのも時間の問題だわ。なんで私たち何にも悪いことしてないのに、なんでなのよ。私に聞いたって知るわけないでしょ。あんたなんかに聞いてないわよ。何よその態度。うるさいわね、この赤毛。何よ、キャー。あ、とにかく汚名返上は無理のよね。ダンゴルの人みんなが助かった方がどれだけ嬉しいか、そんなの分かりきったことでしょ。でもね、テッペウスにダンゴルを乗っと、あ、どこまで話したっけ。そうかだからね、テッペウスにダンゴル乗っ取られるぐらいなら多少の犠牲が出ても仕方なかったんじゃないの。大臣、あの時バイクが落ちるのは私たちが止められて。Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace.ねっけん。さっきからね。何よ、さっさと言いなさいよ。男の腐ったような言い方しないで。ほんと、随分飲んでるけど。落ちっぱなし飲んでないで。その人がいいんじゃなくって。何言うかと思ったらこの子。いいこと。DWA のトラコンはどんな時でも油断しちゃダメなの。だから、立って飲んでんの分かった。分かったらあんたも飲みなさい。だいたいね、あんた可愛くないわよ。どういうこらね、どういうこらね。だいたい私だけが飲んでこんなに酔っ払ってるしな、あんた。ちょっとまま飲んだって、どうしようの。え？だから言ったでしょ。囚人番号0105、アルバトロステッペウス。
Thank you.